平野紫仕様、指ハートで香港制覇。世界進出の際、新たな挑戦が待ち受ける。香港デビューの裏で見え隠れする数字の重要性。2024年11月30日の夜、香港の名所、アベニュー・オブ・スターズでルイ・ヴィトンのイベント、2024プレフォールメンズ・ファッションショーが開催され、日本からは平野紫耀さんが参加しました。 このイベントへの参加は、平野さんが日本から海外進出を果たす一歩となるでしょう。その模様は、香港版、エル香港の公式インスタグラムにて多くのファンから熱い支持を受けました。登場の仕方に注目、平野紫仕様、指ハートで世界を虜に。平野ノ仕様さんは、自身のインスタグラムで、プレフォールメンズファッションショー。 絵の正体を報告し、その後、エルホンコンの公式アカウントに個人で登場をする姿が3本の動画としてアップされました。その中で登壇している姿やイベントで披露したダミエ柄のスーツについてのコメントなどが含まれています。特にカメラを向けられて笑顔で見せる指ハートが大きな話題となり、その動画だけで総計9.1万いいねを獲得しました。 中国や韓国のスターが名を連ねる中平野さんは日本人として唯一の参加者。それでも彼のいいね数は現地のスターたちと比べても遜色なく、エル・ホンコンの投稿で他のアーティストが獲得するいいね数とは比較にならないほどです。中国、世界のファンを引きつける力を持っているようですね。女性誌ライター。退避される他のアーティスト、ストレイキズのフィリックス。 同じイベントに招待されていた韓国の男性アイドルグループ、ストレイキズ、ストレイキズのメンバー、フィリックスさんも注目を集めています。フィリックスさんはグループのリードラッパーであり、そのジェンダーレスなビジュアルと超低音ボイスで圧倒的な人気を誇っています。 彼の投稿は平野さんを上回り、特に彼の個人アカウントのフォロワー数が圧倒的であることが浮かび上がっています。ストレイキズはすでに韓国での成功を収めその人気は世界に広がりつつあります。フィリックスさんのフォロワー数は平野さんの倍以上で、コメントも主に英語で寄せられています。平野さんの国内人気は確かですが、 国際的なファン獲得にはまだまだ数字の差がありますね。女性誌ライター。数字の重要性。フォロワー数と世界進出。これらの数字はアーティストが国際的なステージに進出する際には重要な要素となります。特に K-POP アーティストはまず母国での成功を収め、その後、東南アジアなど若い世代が多い地域での人気を得て、 アメリカや世界市場を目指す傾向があります。例えば、ストレイキズがその成功例と言えるでしょう。アジア圏での成功が世界進出の足がかりとなります。平野さんたちが来年早々にデビューを果たす際には、アジアでのイベント参加やコンサート開催を通じて、着実に世界中のファンの数を増やしていくことが期待されます。そして、その数字こそが、 彼らが世界的なスターになる鍵を握っているのです。女性誌ライター。未知の挑戦が待つ世界ステージへ。平野志耀さんが香港のイベントに参加し、その活動が SNS へで多くの反響を呼び起こしています。しかし、数字の比較から見えてくるのは、国内外でのファン獲得の際です。 K-POP アーティストとしての成功例もあり、来年のデビュー後はアジアを中心に積極的な活動が期待されます。しかし、世界ステージにおいてはまだまだ未知の挑戦が待ち受けていることを認識する必要があります。平野志耀さんがこれからどのようなステップを踏んでいくのか、世界進出に向けてどのような戦略を展開していくのか、 ファンたちは注目を寄せています。